こんにちは、秋山さんのヘルマット、マリアマでございます。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分をですね、表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はフェイブルマンズ見てまいりました。こちらも前半ネタバレなしで、後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。いやー、この3週間ぐらい続いた週2投稿ですね、人知れずやってたんですけども、ついに最後の作品だというところですね。でしかも最後がスピルバーグで終われるっていうのもまたね、嬉しい。まあここを目指してこの3週間やってたっていうところがね、すごく達成感が撮影の時点でありますけども、フェイブルマンズでございます。いやー素晴らしい。2日目土曜日に見てまいりました。でね、隣の席がね、海外の方の夫婦がね、窓なりにいてね、すごい現地感がねやたらあったっすね。なんかめっちゃ笑ってたし、あんまできない体験なんでね、結構楽しめましたね、そこも。はい。で今回はね、フェイブルマンズはですね、スピルバーグのね自伝的な映画だというところでね、つまんないわけないんですよね、もはや。はい。絶対面白いじゃんっていう感じ、もう上がりきったハードルをどう超えてくんのかと思ったら、なんか違うとこから来たなって感じでしたね。結果押し付けがましさがねない、映画愛が溢れた映画じゃないんですよね。これがまた面白いところでしたね。スピルバーグマジで映画好きだと思うんですけども、それを置いといて家族を描くっていうね、これがかなり面白い、ベクトルの作品だったなと思います。どちらかというと、横道世之助とか、去年あった魚の子ですね。まあ、沖田監督か。あの辺の、ヒューマンドラマ。人生のふとした瞬間。もうほんと何気ない瞬間かもしれない。ところを切り取って映画にしてるっていうところも似てるなと思います。あと、6歳の僕が大人になるまでとかも、まあ似たようなジャンルというか、似たようなテイストの映画かなと思います。だからその辺の映画好きな人はね、結構楽しめる作品になってると思いますね。まあそれじゃなくてもスピルバーグだから見ましょうっていう話です。まあね、ほんとスピルバーグってね、メッシだと思うんですよ、僕。もうメッシすごすぎじゃないですか、サッカー好きな人からしたら。まあサッカー知らない人でもね、知ってますよね、メッシって。メッシをね、別の呼称で呼ぶことがあって、ゴートっていうね、言葉があるんですけど、まあゴートこれ何なんだと、何の略なんだってとこなんですけど、グレーテスト・オブ・オール・タイムっていうね、史上最強、史上最高みたいなことを、ゴートって訳して呼ぶんですけど、まさにゴートですね。何でもできすぎる。もう上手すぎます、本当に。何撮らしても絶対面白いじゃんっていうね、この人。もう本当にわけがわからないんですけど。まあ今作も漏れなく面白いですっていうのと、スピルバーグの過去作ですね。はい。過去作へのオマージュっていうか、まあこういうところがあったから、この映画ができたかもしれないみたいな、まあそういう要素も含んでる映画ですね。まあ、ジョーズ、激突とか、あと、まあ、未知の遭遇とかね、ありますけど、その辺のオマージュみたいなものも、今回結構入っててね、そこをなんか探すだけでも普通に面白い。この映画ね、すごくフラットな目線っていうのがまた面白いところかなと思います。はい。まあ知ってる人も多いと思うんですけど、スピルバーグ両親が、まあ、離婚しててね、でその影響があって親が片方いないっていうね設定の、映画がすごく多いんですけど、父と母ね、どちらにも肩入れをしない、あまりしすぎない、そういうねフラットな目線が今作にもあって、こういう目線がもうある種スピルバーグでしかないなというのがありました。はい。まあそんなところで、ここからはねネタバレありでやっていきたいなと思います。もう冒頭の映画見に行くシーンですね、もうここがいきなり素晴らしいですね。サミーが初めて映画を見に行くと、父と母からそれぞれ映画って何なんだっていうのをそれぞれ教えられる。父は結構その現実的というか、映画がどういう仕組みでできてるのかっていうのを教えます。で母は映画のロマンについて教える。この2つの意見がスピルバーグのこの何でもできちゃう感じ反映されてるんだなって思いますよね。はい。もうロマンがあって本当に夢がある作品も撮れば、めちゃめちゃ現実的な、現実をめちゃ突きつけてくるような、社会に訴えかけるものすごい現実的なね映画も撮ります。一方からの意見のものって描かないですよね。未知との遭遇があって、で宇宙戦争もやると、はい、両方やるんですよね。怖い宇宙人もやる、で友好的な宇宙人もやるっていうのと、あとシンドラーのリストがあってミュンヘンがあるっていうね、こちらも二面性を描いてる。あとブリッジオブスパイとかね、アメリカ、あとロシア、どっちの心情も描く、フラットな目線っていうのがすごくある監督だと思うんですけども、今作もねものすごくフラット
な目線ですね。自分のオリジンというか、自分がなぜ映画にのめり込んでいったのかみたいなところも、全然なんか熱く語らないというか、まあ、こういうことがあったんだよねぐらいの感じのノリなんですよね。エンタメ性、芸術性、アート性ですね、まあ、こういうところも非常にバランスがいい監督じゃないですか。多分見たことある人は、わかると思いますけど、究極のバランサーなんだと思うんですけども、っていうところがこのストーリーにもね反映されてるなと思いますね。父と母のバランスを取り持つサミーっていうところで、ここにも生かされてたなと思います。汽車買ってもらいますよね。映画じゃねえんだっていうここの肩透かし、これはまあ粋なユーモアかなと思います。汽車をもらってね、衝突させるんだけど、あれなんか違うと、これじゃないなっていうのを気づく。でカメラを借りると、あ、これだったわってこう納得して、もう映画作りにのめり込んでいくっていうね、この冒頭の始まり方、もうこれはもう素晴らしい理由付け。はい、こっからもうどんどん進んでいくという流れになっていきます。はい、でまあセスローゲン出てきましたね。この後セスローゲンだからできたかもしれないっていう感じありましたね。この他の映画だとめちゃくちゃふざけてるからね、あの人ね。でもこういうのもできるんだっていうのを初めて見た気がします。もうおちゃらけてはいるんだけども、結構複雑なね心境みたいなものもものすごく、表現できてたなと思います。素晴らしい。セスローゲンやっぱり大好きです。で映画撮っていくモンタージュが入りますね。ここトイレットペーパー使いすぎちゃったりとか、映画作るのが楽しくてしょうがないっていうねのが見れる、素晴らしい、無邪気な素晴らしいシーンだったなと思います。少年からね青年になっていくんですけども、ここの一発で飛ばす手段がうますぎましたね。はい、手挙げてストップっつって、まあこんな超王道な類似のモンタージュで、この一枚だけでパーンって時間飛ばせられるんだっていうね、スピルバーグだからここまで綺麗にできるなと思いますね。でまあこの辺からねガチンコで映画作り出すっていう感じなんですけども、編集もしだしてね、編集の仕方ね、バビロンでも編集してるシーンありましたけど、自主映画規模の編集ですね。こういうのってあんま見たことなかったかもしんないなと思って、こうやってやってたんだと、あ、こういう家庭用のねカットを切る機械とかあったんだと思って、あ、そうなんだっていうね、この時代を知らない世代からするとね、かなりワクワクするというか、あ、そういう感じだったんだっていうね、勉強にもなる、面白いシーンだったなと思います。でキャンプに行きますね。はい、キャンプでこの辺がすごい重要になってくるというか、かなり映画のトーンが変わってくる、きっかけのシーンだったんですけども、まあ、母ですね、母のダンス、車のヘッドライトをつけてそれで撮ると。はい、なんだろう、僕はねこの母は光というか、母はもう映画なんじゃないかと。映画って光の信号じゃないですか、ただの、言っちゃえば母が光で照らされてるっていうところで、まあ、母自体が映画と同じような存在だったのかなと思います。まあ、かけがえのないものというか、まあ、そういう感じなのかなと思いました。あ、でおじさんね、めちゃめちゃ面白い人でしたね。ああいうちょっとしか出てこないけど、ものすごく名言ばっかり残していく人っていうのね、こういうなんか自伝的な映画とかで結構出てきやすいですけど、また魅力すごくあるおじさんでしたね。でまたおじさんのね、アートは麻薬で俺たちはジャンキーだっていうね、このセリフも、まあ、まさにそうだなという感じ。何かを犠牲にしながら快楽に浸ってる感じですね。はい、スピルバーグだから言えるなと思いますね。はい、で母の不定のシーンをね編集しながら見つけていくっていう、シーケンスがうますぎましたね。編集機を回してる、でこの見つける、うんと思って戻す、見る、でどんどんそれに寄ってく、でそれだけを確認するために母とセスローゲンのね絡んでるシーンをおのずとつなげていってしまうみたいなね。もうカメラがぐるぐる回るんですよね。頭が混乱してクラクラしてるのをこのカメラの回転で見せるっていうね、ここもまあもうほんと王道というか、王道っていうか、まあスピルバーグが作ったのかこういうのはっていうのがあっておもろかったです。人が見たいものを見せるべきなのか、それとも自分が見せたいものを見せるべきなのかみたいな、ここのバランスの話にも、ま、なってきますね。そういうところでね、観客、まあ家族ですけど、家族に本当にハッピーでしかない映像を流すっていうところも、スピルバーグだからこそこの家族旅行の動画のなぜ作るのかっていう意味を考えた上でこうなってるっていうところですね。この辺からね、すごい映画のこの魔力って何なんだみたいな話になってきますね。人に夢を与えることもできるけど、なんだろう、真実をこうより増幅させてまざまざと見せることもできる。映画ってほぼ何でもできるじゃんって感じなんですけど、それを作った上で何かしらを絶対に犠牲にしてるっていうねところが描かれていきますよね。そのお母さんの家族を騙している罪悪感
だったりとか、お母さんの不貞を見てしまった罪悪感もあるんだけど、でもその真実を知らせたいっていう、そのお母さん何やってんのみたいな、その憤りもあるっていう、この複雑な感覚、感情がこの渦巻いてくるというところが、かなりこのこういう感情があるから、家族ドラマ、映画愛の作品というよりはものすごく家族ドラマによった作品になってたなというのと、あとこの辺からね、結構なんだろう、スピルバーグの話じゃなくなってきてる気がするんですよね。あのスピルバーグのレンズを通したお父さんとお母さんの話、うちの両親って何だったんだろうっていうのを映画を通して見せていくっていう感じになりますね。だから逆転してる気がするんですよね、この辺から。子供を撮ってたんですよね、スピルバーグは。まあ同年代だったり妹とかを撮ってたんですけど、こっからは両親を撮っていく、大人を撮っていくっていう、この視点が変わってった気がしますね。はい。で、ここで引っ越してね、カリフォルニアですかね、行きますね。で、ボーイスカウトそれまでやってたんですけど、ハイスクールに行きますと。セスローゲンからね、カメラをもらうんですけども、はい、まあ、開けられるわけないですよね。っていうところで、まあ、映画撮るのを完全にやめてるという感じでしたね。で、まあ、もう壮絶、結構えぐい、いじめというか、差別にありますね。まあ、家庭も結構ごちゃごちゃしてきているというところで、あそこは映画が盛んだぞ、つって言われて、行くんだけど、まあ、それとは反して、全く映画とは程遠い、生活になっていると。すごく、その、フラストレーションを溜めるシーンになってましたね。で、もう本当にどん底で、どうしようもねえ、ってなって、雨が降ってる夜ですね。もう本当にどうにもならんってなって、もうな、救いを求めるのがカメラっていうね、映画撮ることでしか、存在価値を示せないというか、映画にしかすがれない状態になってしまってる。セリフなしでこのカメラを抱えて寝るっていう描写だけで見せる、もう本当にうまいところですね。父方のお母さんですかね、もう来て、で、あの食事のシーンありますけど、斜め上のショットですかね、あそこの絶妙に空いた距離感の父と母ね、実際にはそんなに距離はないんだけども、ものすごく遠くにいるように見える。王道だし、めっちゃなんだろう、もう見たことあるはずなのに、めちゃめちゃうまいなって思うんですよね。なんかもう心の距離をね、そこでそのワンカットだけでパンと表せる、このスマートさとうまさね、誰も疑わないでしょ、このうまさは。はい、そこの2人の間に挟まれてるサミーですね。はい、でサミーがやっぱりここでも2人のバランスをとって、話をまとめるっていう感じでしたね。キリスト教のね、女の子とちょっといい感じになって、あの絶妙な、ウィットな、ジョークというかユーモアな感じがありまして、でプロムですね、プロムの上映会がありますと。でここでまたね、映画の魔力をここで見せるんですけども、まあローガンですね、あのいじめっ子カースト上位の体育会系のローガンを普通にかっこよく撮る。で、お前何なんだっつって、お前いじめた腹いせかみたいに言われるんですけど、でもここで言うのが、市場を抜きにして考えたらあなたはめちゃめちゃかっこいいし、動いてる姿がすごく様になると、そんな感じのことを言うんですけど、何どういうことって、お前わかんねえよみたいな、ここのねシーンね、なんかなんだろう、このすごく妙な距離感というか妙な絆が生まれて、でなんかね、すごく本当に言葉にしようがない感情になりましたね。何なんでしょうね、この感覚は。なんか嬉しい悲しいとかそういう単純な感覚じゃない、妙な心地よさみたいなものが、すごくありましたね。居心地はいいんですけど、なんか何とも言えない感覚というか、はい、これは本当映画でしか、成し得ないことだなと思いましたね。でそれで最後でね、まあ、面接行きますね。面接行って、で出ました、ジョン・フォードと。名作ばっか撮ってる人ですけど、まさかのリンチっていうね、ここでっていうリンチ来たわと思って、リンチ関わりあったのみたいな。なんか結構対極にいないですか、デビッド・リンチってスピルバーグと。この2人が作る映画の分かりやすさ度合いが全然違うところにいるなっていうところの監督が急に出てきたんで、ちょっとびっくりしましたね。はい、地平線は真ん中に撮るなっつって、地平線が下にあったら面白いんだ、上にあったら面白いんだっていうね、まあ映画のね、基本の木をね、教えてもらうんですけども、ジョン・フォードからもらった言葉なのかなと思って、で多分今も大事にしてる言葉だから入れたのかなって思いますね。頑固親父だけど妙な優しさがあるみたいなね、こういう親父好きですね。はい、だし最後もしっかり、ああ忘れてたみたいな感じで、こうグッとこのカメラのアングルが上がって終わるっていうね、ここも粋な感じで終わりましたね。はい、この作品通してずっと言ってたね、全ての出来事に意味があるっていうね、この言葉ですね。はい、僕はそんなに思わないんですよ。まあ映画において意味がない瞬間がないのはそれはそうだと思うんですけど、まあ普通に人生生きてる上では、まあ無駄な時間って結構あるなと思うんですよ。でも
あ、そうか、考え方なのかと。無駄だと思える瞬間でも、まあ後々考えたらね、無駄じゃなかったなとか、まあ笑い話にできたなって思ったり、その瞬間無駄だなと思ったら、別になんか他のこと、まあもっと生産性があるようなことを考えたりとか、その無駄かもしれないものの中に面白さを見つけていったりして、すべての物事に意味があるように自分でできるじゃないかっていうね、そういうことを思ったりしましたね。結局人生ってやっぱ自分次第なのかなっていうね、そういう思いで、帰ってまいりましたという感じでございました。いや、思ってた作品とは違ったんですけど、でも渋い作品だったと思うし、映画見終わってね、持ち帰れるものがあるっていうところで、やっぱ普通にめちゃめちゃいい映画であることは間違いなかったかなと思いました。これでね、3週間続いた、週2投稿ウィークは終わりということでございます。来週はどうなるか分かりません。10日はで、17はですね、新仮面ライダーですね、これ見てまいりますんで、皆さん新仮面ライダーでお会いしましょうという感じでございます。フェイブルマンズのね、感想もコメント欄でお待ちしております。フェイブルマンズ見てない人はね、まあ見てない人、ここまで見てるか分かんないけど、好きなスピルバーグ作品をね、コメントとかでまあ残してもらえたらなと思います。はい、返信が遅い友達の LINE ぐらいの感じで僕返しますんで、まあ、そんな感じでちょっと楽しんで交流していきましょう。よければ、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお願いします。